血液の循環、ウォームアップをね、やっていきたいと思います。はい、まず、えー、心臓4つの部屋のうち、全身に血液を送り出す部屋ですね。はい、心臓4つ部屋があるんだけれども、えー、動脈と繋がっているのは、血液を送り出す血管と繋がっているのは寝室です。ね。だからね。で、全身に送っているのはこ C なんですよね。全身に送っているのは C。はい、それと繋がっている部屋はもちろんここです。この部屋。 僕らから見たら、これ、右下に見えるけれども、この人にとって見たら、こっちは左下です。だから、左になってきます。で、下は寝室なんで、左寝室ということですね。はい。よって答えは、左寝室になります。大丈夫ね。左寝室ですね。ここ、左寝室です。はい。で、2番目。A と B の血管、それぞれ何ていう名前でございますかと。まず A から行こうね。うん。 これは、全身から心臓に戻ってきてるのわかるかな心房と繋がってるね。これ、右、えー、心房と繋がってるんで、全身戻って、全身からも心臓に戻ってきてる。はい。これは、大静脈です。ね、戻ってきてるの静脈だからね、心臓にね。全身だから台つけて、大静脈ってことです。はい。で、続いて B いこうか。はい。B は見て、ここですね。 これは、えー、っと、右心室と繋がってますね。ここから血液ドーンと送られるんで、これ動脈です。肺と繋がってるから、はい、肺動脈ってことですよね。大丈夫ね。OK、OK、いいね。はい。で、3の位行きましょう。酸素を多く含む血液を何て言うか。はい、ここやりましたね。もう射線しちゃうよ。酸素で肺を取り入れますよ、と。で、取り入れたら、こうね、ここ酸素多いですよね。 で、全身にドーンと血液を送ると。でこの赤く射線した部分は酸素が多い血液が流れています。これを何て言うのかと。動脈血でしたね。うん。酸素を多く含む血液を動脈血っていうよと大丈夫ですね。はい。じゃあ逆に二酸化炭素を多く含む血液。はい。さあ、ここで酸素が多い動脈血流れてきたけれども、体の各細胞で細胞呼吸されて、 酸素は二酸化炭素に変わってしまいます。だから青いところが二酸化炭素ですね。もう二酸化炭素に変わっちゃうんでね。うん。で、えー、こう、肺を通じて外に CO2 が排出するということでしたよね。大丈夫ね。うん。さあ、二酸化炭素を含む血液。まあ、この流れがてわかりますよね。静脈血です。覚えといてください。OK。はい、4番目。 A から D のうち、動脈血が流れている静脈を選んでくれと。はい。なるほど。はい。ここから見ていこうね。酸素が多いと。ね。ここはから動脈血だったよね。そしてこの動脈血ね、これ見て。心臓に戻っていってるよね。じゃあこれ静脈だよね、ここ。動、酸素が多い血液。動脈血が多く流れている静脈だよね。ここのことじゃん。ね。動脈血が流れている静脈だから。 うん。記号で言うとこれ D なんですよね。名前で言ったら肺静脈だよね。答えは D です。記号だけでいいんでね。はい。で、心臓から送りされた血液によって、全身を巡って、全身巡って、えー、全身巡って、また再び心臓に戻るまで。はい。心臓、体、そしてまた心臓だから体循環だね。こういうのはね。うん。答えは体循環になります。 大丈夫でしょうか。はい。で、次。血管 A。静脈ですね。静脈は前やり、さっきやりましたよね。便がついてるん、ね、で、逆流を防ぐためにね。うん。はい。で、ところどころに静脈には便があります。動脈みたいに流れが急じゃないんでね。ゆっくりなんで、どうしても逆流しちゃうんですよ。なので、なんで便ついてるかって言ったら、逆流、血液の逆流を防ぐためですね。血液の逆流を防ぐためです。 よく出ますんで覚えておいてね。はい。では7番目いっちゃいましょう。いいものですね。A から H。血管名で答えろうと。酸素が最も多く含まれる血液。これ見たらわかる。肺、はい、見て。肺で酸素取り入れるから。肺で酸素取り入れてるわけだから、酸素が一番多いのは、そは取れたてピチピチの D ですよね。D が酸素が一番多いはず。はい。次。栄養分が最も多く含まれる。それはやっぱ省庁見てください。栄養法で吸収するわけだから。 吸収した栄養は一度肝臓に運んで蓄える。肝臓に蓄えるから。E が一番栄養が多いですよね。だからここが E です。はい。二酸化炭素が最も多く含まれているのは、はい。二酸化炭素はここで捨てるわけだから、捨てる前、この B が一番二酸化炭素が多いですよね。肺動脈かなうん。ということでここは B です。はい。不要物が最も少ない。はい。不要物を腰取ってくれるのは腎臓でしたね。ここで、 尿素などの不要物やいらない塩分なんかをこし取ってね、捨ててくれるわけだから。綺麗な血液、綺麗な成分は全部心臓に戻しますよね。だから G です。不要物が最も少ない血液は G ということになってきます。はい、8番目。毛細血管内の A、B。A は B を運んでいる。A、B は何か。ほう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 。はい、見てください。はい。この A は赤い吸盤なんですよね。これ赤血球です。 で、それを細胞に渡しているのは酸素ですね。赤血球はヘモグロビンによって酸素を運んでいるんです、えー。体の細胞近くは酸素が少ないです。どんどん使われちゃうんで。だから酸素を離すということでしたね。なので A は A 赤血球。で、B は酸素ですよね。大丈夫ね。うん。はい。で、 A の中、赤血球の中に含まれて、この、んスモール a? と結びつく物質。うん、ふん、ふん、ふん、う、ふん。このスモール a がね、ちょっと微妙にこうわからないんですけど、おそらくこれ、b のこと言ってると思いますね、この b のことね。うん。はい、これは、ヘモグロビンですね、これ。ヘモグロビン。ね、うん。 この A ってどっかにてきたんだって話だけど、まあ、この B のこと言いたいんだと思います。ね。うん。はい。さあ、最後。細胞の周りを満たしている毛細血管内の結晶が染み出た液をな何て言うか。これよく出ますね。うん。はい。この毛細、もともとは毛細血管内の結晶ですよ、と。これが染み出たもの。これは毛細血管は染み出るので、常にね。えー、染み出たら名前変わります。組織液でしたね。 いいですか組織液大丈夫でしょうかはい、以上です。